はい、どうも、シュンティップです。マネージャー兼アシスタントのヒロトです。はい、お願いします。お願いします。マネージャー、はい、何でしょうか。ちょっとご報告があって。何ですか、ご報告。僕、この服ちょっとなかなか見慣れなくないですか。なんか見ないですね。これ、実は、はい、僕、MLB ドリームカップの東京選抜後期五十嵐メッツというのに今回参加することになりました。トライアウトを受けてきたんですよ、この間。はい、トライアウトを受けて、無事合格しました。おー、合格しましたよ。さすがさ、よかったよかった。で、それ何なのって多分思う人いると思うんですよ。あ、確かにいると思う。うん、実はもう2017年ぐらいから MLB ドリームカップっていう、まあ、軟式の施設リーグの大会があるんですけど、はい、その中で個人参加っていうね、枠があるんですよ。個人で、みんな個人個人で参加をして一個のチームを作って代表として戦うみたいな。それを今まで埼玉代表で出てたんですよ。2019年まで3年間出てました。はい、で2020年はコロナでなくなりました。昨年2021年は埼玉がなかったので栃木選抜の方で僕出たんですよ。はい、で栃木選抜の方で1勝してね、決勝、準決勝かな、準決勝で負けちゃったんですけど、はい、しかし、まあそうやって MLB ドリームカップね、個人参加をすると何があるかっていうと、何ですか、ユニフォームがもらえる。メジャーリーガー、これメッツ、メッツ17番です。もらえるんですよ。まあ、保険料を、まあ、3000円払うんですけど、はい、払って他何も払わない。帽子とユニフォームとこの長いロングパンツのズボンももらえます。ロングパンツももらえる。それを着てみんなで戦うっていう、個人参加の人たちをこう集めて戦うっていうのがあるんですよ。で、今回ね、あんまそんなね告知してなかったような気がして。なるほど。僕はちょっとアンテナ立てたんで知ったんですけど、知らない人も中にいると思うんで、それでね、あんまりね、参加者がいなかったっていうのを聞きました。非常に悲しい。悲しい。すごい企画だし、めちゃめちゃいいんですよ。で、実は今年も栃木選抜あったらしいんですよね。去年参加した人たちも、はい、まあ、参加をしたり、昨年ね、僕は動画出しました、栃木選抜での模様をね。見てました。それを見て、今年は参加しようって言って参加した方もすごいいたと聞きました。昨年ね、まず人が足んなすぎてちょっと大変だったんですよ。人が足りないと、全然少ないと、はい、今年、マックス、もうなんかマックスまで来たらしい。マックス、すごっ。まあ、定員が多分25とか24ぐらいなんですけど、もう定員マックスまで集まったって。これはすごいなと。すがす、多少のなんか影響力あったのかなとは思います、勝手に。多分ないですよ。あるんじゃないですか。ないけどね。ないと思いますけど、まあ、栃木選抜、まあ、栃木とか群馬とかあんまね動画でこう撮影することないのでどうかなと思ったんですけど、まあ、行ってやっぱ良かったなって。後々でこう、なんていうんですか、まあ、行って、まあ、すぐ動画出したらあんま伸びてないですけど、後々もう最終的にね、はい、後で見た時にちょっと、まあ、栃木も盛り上がってんぞっていうことで、ね、たくさんの方が参加をしてチームを作って、去年はね、テキサスレンジャーズ。うわ、かっこよ。去年はえ、マジでかっこいい。そう、まあ、ほんと今年はまあ違うまたユニフォームらしいんですけど、 BB パートナー の宇都宮コマ入店さんの方でね、はい、ツイッターありますんで、そちらでね、栃木選抜の模様出てますよ。今年僕は行けませんでした、栃木。なぜかというと、はい、僕がね、昔からもう小学生時代から大好きというか目標にしていた、はい、五十嵐亮太さんが監督のこの MLB ドリームカップの個人参加、五十嵐メッツということで、こちらね、トライアウトがあるということで、もう参加してきました。おお、憧れの人と。そう、で実際にお会いもしましたし、はい、バッピングもしてもらいました。そこで多分バッティングで多少ね、こう、まあ、そこそこね、いいね、打球を放って、ちょっと目に留まったのかなと。まあ、ピッチングに関しては、周りのピッチャーの方がすごかったんで、全然あれでしたけど、まあ、スライダーとかね、こう投げた後に、キャッチャーの人に、今何投げたのっていうふうにね、今何っていうふうに聞いてたんで、なんだこの変化球はと思って、聞いてくれたんかと思います。まあ、それだけでももう幸せなんですけど、まあ、一応試合は8月7日に神宮外苑の方でやるんですけど、ぜひとも来てもらいたい。五十嵐メッツの他にもう一個あるんですよ。誰ですか？岡島レッドソックス。岡島レッドソックス、ノールックマン。ノールック投げの人、岡島さんね。岡島秀樹さんが監督を務める、また個人参加あるんですよ。おー、東京のね、前期って言われてるんですけど、はい、前期岡島さんの、はい、岡島さんのチームもトライアウト受けてました、みんな、はい、どっちか迷ったんですけど、やっぱり昔から憧れていた五十嵐亮太さん。やっぱそうなりますよね。ね、本当ね、2000年とか2003年とか2004年ぐらいかな、まだ小学生ぐらいですよ、小学生高学年ぐらいかな、見てました、オールスターとか。なんて言うんだろう、昔は150キロでどよめいてたんですよね。151キロでどよめいて、パワーボール。
そう、松坂選手投げました、はい、150投げました、うわーってなるじゃん。五十嵐さん158だからね、はい、今で言ったらさ、ね、今160いるけど、昔で考えたらとんでもないボールなんですよ。それを小学生ながら五十嵐亮太って名前をヤクルト、まあヤクルトね、あのうちのね、あのおばちゃんがね、ヤクルトレディだったんで、ヤクルトの招待かなんかで見に行けたんですよ、神宮。すごっ、うん、それもあったので、結構ヤクルトに行く機会がありました。一塁側の方でこう座ってたらね、土橋選手が打った打球がね、ファールボール来ましたよ。知らないでしょ、土橋選手って。土橋選手知らないです。土橋選手のファールボールで持ってますよ、まだ。未だに思い出として持ってますよ、土橋選手。はい、その頃から五十嵐亮選手は投げてましたから、その人にこう会って一緒に野球できるっていうのも嬉しくてテンション上がって、一野球少年になってましたね。お、本当にすごいね。あの駐車場にいたらね、次やばい車来たと思ったら、五十嵐さんの車で、やばいと。ありがたいことにね、あのその、まあ、個人参加でやっぱチームを作るので、まとめる人が必要じゃないですか。そこでね、3名ぐらい、まあ、まとめてほしいっていうね、五十嵐さんから直々にこの人たちにちょっとチームまとめてほしいっていう名前があったらしいんですよ。そこに僕もいたと。おお、素晴らしい。嬉しいな、これ。まあ、多分分かんない、YouTuber だからかもしれないけど、そんなようなあれで多分選ぶような人ではないと思ってるんですよ、俺、多分ね。まあ、実力ですからね。実力と、まあ、というか、まあ、なんかこう、なんとなく見て、いろんな人見てるから、五十嵐さんは。多少なんかこう、あ、たくさんいけるかなと思ってくれたのかもしれない。その期待に応えれるようちょっと頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。で、まあ、あのまだ7月の最初なんですけど、はい、まあ、これから土日かな、どこかでこう活動をして練習とかして、五十嵐さんと一緒にね、まあ、負けたらもう解散なんで、長いこと一緒にね、野球できるように、試合できるように、五十嵐さんとできるように、はい、ちょっと頑張っていきたいと思いますし、まあ、五十嵐さんが言ってたお話では、まあ、もう勝つためにできることやるからって、あのワイワイ楽しむんじゃなくて、勝つためにできること。だから20何人とか集まっても、まあ実力とかね、勝つためにまあそういうね、采配とかするけど、それはもう出れないことじゃん、マジごめん、すまないという感じだったし、もうほんと先にそうやって言ってもらえてね、僕も出れなくても満足ですよ、いけるだけで動画も撮れるってことで。ガチですからね、はい、なかなかね、このね、貴重なね、あのこの夏の思い出というか、いい思い出なんで、これを機にすごいこういい出会いとしてね、これからなんか広がっていけばいいなというふうに思ってます。五十嵐さんも岡島さんも YouTube 出たりやったりしてますし、はい、いつかこうコラボとかできたら嬉しいですね。嬉しいですね、そういう関係でね。しかも憧れの人が出てくれるっていうのは素晴らしいことです。そうなんですよ、いろいろ聞きたいことあるんで、なのでね、今年の夏はすごい俺楽しみな時期ではあります。いいな、はい、しかしね、熱中症には十分気をつけてね。そうですね、あのやっていきたいと思いますんで、気温上がるところだし。そうだよ、8月はそうだよ、たくさんね、あのね、夏の熱中症対策のアイテムもゲットしたんでね、首にかける扇風機とかね、クーラーボックスがね、いろいろね、準備したんで、はい、楽しみですね。翔平さん のイベントも楽しみだし、楽しみですね、もうあの新しいね、T シャツとかね、短パンもね、出ますし、で今後ね、あの女子野球選手の人からオファーもらって取材に行くし、海外で野球やってる人からのオファーもあるし、結構いろんなオファーがあります。8月の末までもう今予定パンパンですよ。埋まってますかね。埋まってますよ、次9月以降なんで、ちょっとこの体力的な面で心配ではありますけど、頑張っていきたいと思いますね。今後とも、消費テレビで応援よろしくお願いします。そしてたくさん動画見てください。お願いします。はい、ということで今回はですね、 MLB ドリームカップの個人選抜でね、出場しますよっていう話でした。はい、僕らと試合したいと思ってくれたチームさんはぜひ東京の、まあ、前期後期東京の方ね、あのエントリーしてもらって、五十嵐メッツか岡島レッドソックス当たるようにぜひとも楽しみにします。頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。そう。最高。最高。頑張るぞ。うん。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。